この本業から発展してその地域の中核企業として世界から受けた仕事を、地元の他の中小企業に割り振っていくっていうような役割も今担ってらっしゃると伺ったんですが、はい、実はこれは経済産業省の委託事業でありまして、地域中核企業支援事業というのをやっております。これは単純に言いますと、世界中からうちの名のもとに仕事を集めてきて、日本の非常に尖った、まあ非常に技術のある中小企業に仕事をばらまいてください、その地域の中小企業から日本の経済を底上げしましょうというのがその基本的なコンセプトであります。例えばですね、半導体の製造装置、要は半導体を作る機械ってあるんですね。でその例えばパーツを私どもが依頼を受けます、はい、その中にはいろんな要素をして、私もで作る板金ものもありますし、切削をしなくちゃいけないものもありますし、そこに例えば塗装をしたりメッキをしたり、まあ、熱処理といって焼き入れとかそういうのをしなくちゃいけない、いろんな要素が組み込まれています、はい、でそういうのを私どもが取りまとめて、いや板金ものはうちで作りますよと、切削ものはじゃあ A 社さんで作りますよと、そのメッキは B 社さんであります、で熱処理は C 社さんであります、でそういうのを取りまとめてお客様にまあ納めするというのが私どもの地域中核企業としての役目であります。なるほど。なぜ御社が選ばれたんでしょうか。いろんなところに営業しに行くにあたって、とんがった技術を持ってアピールポイントがない会社じゃないと営業しにくいというふうに判断をしていただいたと思っています。そういう意味では私どもは世界でうちしかできないもの技術ってありますので、そういうものを武器に取りに行くと、じゃあついでにこれもお願いします、これもお願いしますというふうに展開をしやすいんですね、私どもで、ですから多分そういうところを評価をしていただいたんだと思っています。ものづくりのプロが分配することで最適な部品とか資材を集めることができる、そうですね。一方で考え方によっては、その仕事を一社井口一生さんで請け負った方が利益は出るんじゃないですか。ただですね、私もそんなに器用じゃないというのと、やはり日本には本当にすごい技術を持った会社がいっぱいあるので、そちらの力を拝借した、拝借ってもおかしいですけども、そういうところをやった方がジャパンブランドの構築という意味ではいいのかなというふうには思っています。他社と総合力で世界に発信していくと、はいはい、そういった取り組みもスタートしてるんですね。そうです、はい、ジャパンアーツナンバーワンですから、はい。我々このコンテンツをですね、100年後もしくは1000年後まで残していきたいというふうに考えているんですけれども、最後にこの平成の時代を生きた経営者のお一人として、井口社長から何か100年後へのメッセージ、残したい価値観について聞かせていただけますでしょうか。100年後、働くことが趣味で楽しめるような、そういう社会、会社を目指したいと思っています。仕事が趣味という世界、はい、それはなぜそう思われますか。楽しいじゃないですか、やっぱり生きてる生きがいがね、そこで感じられると思いますし、コミュニケーションもね、いろいろできる、人とのね触れ合いも大切にできる、そういう仕事場、まあ、補足すると仕事ってマネージャルグリッドってあって、人間関係が悪くなると業績良くなるみたいな、相反する問題がそこでクリアできる、そんな仕事、ビジネス、会社、社会であればいいなと思います、はい、それを目指したいですよね。逆にどうやったらそんな世界を作っていけるんでしょうか、そうですね、社長内の会があれば、はい、みんな能天気能天気に、はい、どんなこともなんとかなるというふうに思って、将来は常に明るい、うちの目標というのはもう一つあって、会社に来るときはサングラスをしていきましょうという言葉がですね、要は将来が眩しいから、はい、そういう願いを込めています。井口社長、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。